心の水面へようこそ。あなたは批判ばかりする人に毎日悩まされてはいませんか？家族、友人、職場の同僚、もしくはお客さんなど、もしも批判が大好きな人が身の回りにいれば、あなたにとってはさぞかし辛いことに違いありません。批判の矛先があなたに向けられているのであれば、それは言うまでもなく、あなたの悩みの種になっていることでしょう。そのせいで心が晴れなかったり、他のことをしている時でも、その人のことを考えてしまったり、怒ったり、悲しんだり、時には安心して眠ることさえ、難しくなってしまっているのではないでしょうか。たとえ批判の対象があなたではなかったとしても、日常的にそんな意見を聞かせられるというのは、心の健康のためによくありません。もしも今そのような悩みや苦しみを抱えておられるのであれば、ぜひこの動画を最後までご視聴ください。批判ばかりする人への対処法を、お釈迦様の教えをもとにお話しいたします。まずはこれから仏教の経典の一つであるダンマパダにあるお話を紹介していきたいと思います。ダンマパダは北九行とも呼ばれています。仏教にあまり馴染みがない人にとっても親しみやすい内容ですので、安心してお聞きください。これからご覧いただくのはダンマパダの第17章、怒りからの抜粋で、お釈迦様が弟子のアトゥラに説法した内容です。アトゥラよ、これは昔にも言うことであり、今に始まることでもない。沈黙している者も非難され、多く語る者も非難され、少しく語る者も非難される。世に非難されない者はいない。ただそしられるだけの人、またただ褒められるだけの人は過去にもいなかったし、未来にもいないであろう。現在にもいない。もしも心ある人が日に日に考察して、この人は賢明であり、行いに欠点がなく、知恵と徳行等を身に備えていると言って称賛するならば、その人を誰が非難し得るだろうか。彼はジャンブーナダ川から得られる黄金で作った金貨のようなものである。神々も彼を称賛する。梵天でさえも彼を称賛する。以上がダンマパダの第17章、怒りからの引用になります。皆さんはどのようにこのお言葉を解釈されたでしょうか。それではその意味内容を簡単に言い換えたものをご紹介します。アトゥラよ、これから話すことは昔からずっと変わらぬ事実なのです。黙っている人も、多くのことについて話す人も、少しのことについて話す人も、皆が批判されるのです。批判対象でない人などこの世の中にはいないのです。ただ批判されるだけの人や、ただ称賛されるだけの人は、どの時間軸においても存在しないのです。この世の真理を正しく悟り、人々に教えを説くような賢者であっても、称賛もされ批判もされてしまうのです。賢者でない人からの称賛や批判は全くもって際限がないのです。正しい称賛や批判とは、悟りに至った賢者が注意深く観察した末になされるもの。賢者が、この人は行動にも誤りがなく、正しく物事を理解し徳を積んでいると褒めたたえるのであれば、その称賛こそが真実なのです。称賛されるその人は、ジャンブーナダ川で採れた黄金でできた金貨のような非常に尊い存在なのです。この世の神々でさえも彼を褒めたたえることでしょう。以上がお釈迦様の言葉を簡単に言い換えた内容になります。賢者による称賛こそが真の称賛であると言いましたが、その逆もまたしかり、賢者が批判すれば、その批判こそが真実なのです。だからこそ、賢者でない者からの批判には必要以上に真正面から受け止めず、賢者である者からの批判を真に受け止めるべきなのです。最近は SNS などで全く知らない人の意見を目にする機会も増えました。匿名で書き込みができることを利用して、特定の人に対して過度に批判的な投稿をし、メッセージを送る人もいます。また、残念ながら、中には批判を超えて、侮辱的な内容である場合も多くあるのです。そういった投稿やメッセージを数多く受け取ってしまった結果、心を病み、自ら命を絶ってしまう方もいらっしゃいます。本当に悲しき事態だと思います。パソコンやスマートフォンという媒体の陰に隠れて、自分は安全なところから好んで相手を傷つける。こういった行動は言うまでもなく、賢者が取るものではありません。賢者でない人からの批判は取るに値しないのです。そういった人たちにとっては、お釈迦様や長老のような優れた人たちでさえ批判の対象になってしまうのですから、 SNS のような世界でなくてもそれは同じです。
世の中には口を開けば他者を傷つける言葉しか出てこないような方も中にはいらっしゃいます。物事を正しく見極め、より良い状況を作り上げるための批判であれば良いのですが、批判のための批判であれば聞くに値しません。しかし、そんな意見を受け取るなとは言っても、ただただ気にしないというのは非常に難しいことだと思います。ですから、あなたが辛くて押しつぶされそうな場合、そんな時は周りの人たちや SNS の投稿からそっと距離を置いてください。あなたはそういった人たちの声を真正面から受け止める必要はないのです。物事を正しく理解しない人の声だとして受け流すか、それが難しければその声を聞く必要すらないのです。ですから、そういった無意味な批判とは無縁の世界に身を置きましょう。さて、ここまでは賢者でない人からの批判を直に受け止める必要がないことを話しました。しかし、先ほど紹介したお釈迦様のお言葉にはもう一つの深い意味があるのです。まずは、アトゥラにこの教えが授けられた背景について簡単にお話しします。お釈迦様からこの教えを聞いたアトゥラは出家していない在家の仏教者でした。実はこのアトゥラは以前から怒りにとらわれやすい性格だったのです。また彼には相手を思いやれないという特徴もありました。そんなアトゥラはサーバッティという町に住んでいました。ある日、彼は仏教の法、つまり教えを説くという霊畑長老のもとへ、その説法を聞きに行こうと訪れました。しかし、霊畑長老は禅定第一、心を静かに落ち着かせ真理を観察することを一番大切に考える仏教者でした。霊畑長老によるお話を心待ちにするアトゥラは、霊畑長老を拝んでからその場に座ります。しかし、待てども待てども長老が口を開いて話をすることはなかったのです。禅定第一の長老はただただ座って瞑想を続け、時には歩いて瞑想を行ったばかりでした。元来起こりやすいアトゥラはレバータ長老に対して強く腹を立てました。わざわざ説法を聞きに来たのに、なぜ自分はこんなものを見せられているのか。彼の心はこのような怒りで満ち溢れていたことでしょう。レーバタ長老から話を聞くことを諦めたアトゥラは、次にサーリプッタ長老のもとへと向かいました。サーリプッタ長老は知恵第一、お釈迦様の教えを体系的に突き詰めて考え、論理的な知恵を持って真理を解き明かすことを大切にしている仏教者でした。アトゥラはレーバタ長老のもとで起きた出来事をサーリプッタ長老に話しました。レーバタ長老の説法を聞きに行ったのに、ただ長老が瞑想に励んでいる姿を見ただけで終わってしまったこと、その事実を聞いたサーリプッタ長老はアトゥラが望んでいた説法をすることにしました。知恵第一の長老は自分自身が日頃から突き詰めて考えているアビダルマの論をアトゥラに話しました。長老のアビダルマの話は哲学的で難解な教えが満載で、アトゥラには全く理解できませんでした。ここでまたアトゥラは腹を立てるのです。出家もしていない私になぜあんなにも難しい話ができるというのか。アトゥラの頭の中はこのような考えでいっぱいだったに違いありません。サーリプッタ長老の話を理解することを諦めたアトゥラは、次にアーナンダ長老のもとへ向かいました。アーナンダ長老は多聞第一、長老はそのそばでお釈迦様に仕えながら弟子たちの中でも最も多くの教えを聞いて記憶した仏教者でした。アトゥラはアーナンダ長老のもとでこれまでに起きた出来事を話しました。レーバタ長老が教えを説かずにずっと瞑想をしていたこと、サーリプッタ長老は難しくて理解の及ばない話を続けたこと、その事実を聞いたアーナンダ長老は簡単にお釈迦様の教えを説くことにしました。しかし、それでもアトゥラは腹を立てるのです。こんな簡単すぎる説明をして私を子供扱いしているというのか。彼はこのように考えたことでしょう。しびれを切らしたアトゥラはついにお釈迦様のもとを訪ねることにしたのです。そこでアトゥラに授けられたのが先ほどご紹介したお言葉でした。それでは、この教えが授けられた背景事情を知った今、もう一度お釈迦様のお言葉を聞いてみましょう。アトゥラよ、これは昔にも言うことであり今に始まることでもない。沈黙している者も非難され、多く語る者も非難され、少しく語る者も非難される。
世に非難されない者はいない。ただそしられるだけの人、またただ褒められるだけの人は過去にもいなかったし、未来にもいないであろう。現在にもいない。もしも心ある人が日に日に考察して、この人は賢明であり、行いに欠点がなく、知恵と徳行等を身に備えていると言って称賛するならば、その人を誰が非難し得るだろうか。彼はジャンブーナダ川から得られる黄金で作った金貨のようなものである。神々も彼を称賛する。梵天でさえも彼を称賛する。さて、アトゥラという人間について知り、お釈迦様のお言葉をもう一度聞いた今、皆さんにはお気づきの点が一つあるかと思います。そう、アトゥラは批判されていた対象ではなく、自らの怒りに身を任せて他者を批判している人そのものだったのです。アトゥラは元来怒りっぽい性格でした。仏教の教えを聞きたいと思ったアトゥラは、霊畑長老が教えを説かないことに怒ります。ひたすら瞑想する姿を見せられたからです。またサーリプッタ長老の話は難しすぎると言います。そしてアーナンダ長老の話は簡単すぎるというのです。アトゥラは自分が聞きたいと思った話を聞けず、心から憤慨するのでした。そんなアトゥラに対してお釈迦様は、アトゥラを直接的に批判することなく伝えました。どんな賢者であっても物事を正しく理解しない、愚者からの批判は避けられない。賢者による批判や称賛こそが真に聞くに値する言葉なのである。霊畑長老は瞑想を通して悟りに至ることの大切さをその姿で示しました。サーリプッタ長老とアーナンダ長老もアトゥラの望みに従って教えを説きました。ここで真に非難されるべきなのは長老だったでしょうか。いえ、アトゥラは相手を思い通りにさせられず、自らの怒りに気づかずに翻弄されてしまいました。お釈迦様はアトゥラこそが批判されるべき対象であることを見抜き、慈愛の心を持って間接的にそれを伝えたのです。とはいうものの、私は他の人の声に悩まされるあなたが悪いのだと言っているわけでは全くありません。アトゥラは賢者の行いや言葉に腹を立てていました。しかし、あなたが悩まされているその人は、口を開けば批判的なことを言ってしまう人、賢者と呼ぶにはいささか難しいことでしょう。ですが、このアトゥラのエピソードからは少なからず学べることがあると思うのです。先ほどはお釈迦様のお言葉を参照しながら、賢者でない人の声はそのまま受け止めなくてよいこと、またあなたを悩ませる人たちからは距離を置けばよいことを伝えました。もちろんこれも相手からの批判を受け流すために非常に大切なことです。しかし、私と一緒にもう一歩先へと、仏法の世界に足を踏み入れてみましょう。仏教ではこの世は思い通りにならないものだと説きます。自分が苦手だとする人や、あまり会いたくない人を完全に避けることは難しいのです。ですから、思い通りにならない物事を自分の思うように変えることは不可能であり、そしてその必要もないのだと教えられています。私たちが真に対処するべきは、周りに存在する批判が大好きな人たちではなく、自分自身だということなのです。そうすることで、耳や目に飛び込んでくる批判も華麗に受け流すことができるようになるというのが仏教の教えの真髄です。それでは、どのようにその教えを実践できるのでしょうか。まずは、相手が思い通りにならないことはこの世の真理であるのだと理解することです。日常的に誰かを批判していらっしゃる方も、 SNS でそんなメッセージを繰り返しておられる方も、私たちの思い通りにすることはできないのです。相手を変えてやろうといった願望を心に抱くことで苦しむことは私たち自身ですから、このポイントを理解しておくのは非常に大切なことです。そして、そういった方が発する言葉を聞いたり、そんな文字を読んだりした時には、一旦心を落ち着かせるため、鼻からゆっくり深く息を吸い吐いてみてください。それから、自分の心をじっと観察してみましょう。鼻から息を吸って吐く深呼吸はそのまま続けてください。そんな中、相手の言葉や文字に対して自分の心がどう反応しているのか、不安、動揺、悲しみ、怒りなど様々な感情が生まれているかもしれません。その感情を発見したら、次はそれを注意深く観察してみるのです。ああ、自分は今不安に感じているな。自分の心は動揺している。ああ、悲しいと思ったな。今、
自分は怒っている。このように感情の観察を続けることで、不思議とその感情が少し和らぐのを実感するはずです。批判の言葉を投げかけてくる相手ではなく、それに反応する自分の心と向き合うことで、今まで感じていた不安、動揺、悲しみ、怒り、こんな感情が自分の心に生じるのを防ぐことができるようになるのです。そうなればあなたも仏教の立派な実践者です。賢者とは言えない方の声をただ無視したり、そういった方たちをただ避けるだけでもない。むしろ批判的な声を耳に締めにした、あなた自身の心に働きかける。そうすることで、あなたの心には突発的で辛い感情が生まれることが次第と減っていくのです。またあなたの心に余裕があれば、批判が大好きでいらっしゃる方々に対して慈悲と憐れみの心を向けて差し上げてください。慈悲や憐れみというと、何か上から目線のように感じる方もおられるかもしれません。しかしながら、決してそんなことはないのですよ。慈悲と憐れみの心を持つというのは、相手の幸せと相手の心が救われるのを願うことです。批判ばかり口にしてしまう人の心情は、決して穏やかなことではないでしょう。満たされない日常を送っておられるのかもしれません。他人を批判することで自分の優越性を誇示したいという欲望があるのかもしれません。物事をあるがままに見ることもできず、怒りや欲望といった感情にとらわれている方々、批判的な人、その自身も心の底では苦しんでいるのではないでしょうか。ご本人がその時に苦しんでいる自覚がなくとも、良くないカルマを積み重ね、その因果に基づいた未来を送ることになるのもその方自身なのです。ですから、物事を正しく見ることなく批判を繰り返す方と出会った場合、深く呼吸をしながら自分の心を観察し、相手に慈悲と憐れみの心を向けるのです。これこそが批判ばかりする人と対峙した時の対処法、批判を受け流す仏教の考え方の真髄なのです。しかしながら、深呼吸をしながら心を観察するという方法に慣れていなければ、いざ批判の声を耳にした時に実践することは難しいかもしれません。ここでおすすめしたいのは、仏教の瞑想を日常的に実践することです。最初は毎日5分からでも構いません。瞑想を実践すると、普段抱える心の悩みが小さくなるだけではなく、批判的な意見に対して感情的に反応するのを防ぐことができるようになりますよ。方法は至ってシンプルです。まず地面にあぐらをかいて座るか、椅子の背もたれを使わずに腰掛けます。両手は力を抜いて、膝や太ももなど楽な場所に置いてください。しっかりと背筋を伸ばして目を閉じます。そこで鼻からゆっくりと息を吸って、そのまま鼻からゆっくりと息を吐き出すのです。この呼吸を続けてください。その中で考えことが浮かんだり、何かの感情が現れたりするかもしれません。じっとすることが辛くなって体を動かしたくなることもあると思います。そんな時は、一つ一つその考えや感情を丁寧に観察するのです。あ、今こんなことを考えた、今悲しいと思った、先ほど批判的な声を聞いた時にそれを受け流す方法として紹介したものと同じですね。ゆっくりと深呼吸をしながらこの作業を繰り返すのです。この瞑想を毎日5分でも良いので実践してみてください。最初は5分でさえ長いと感じるかもしれません。しかしやがて10分、15分、30分と瞑想を続けられる時間が長くなっていくでしょう。この瞑想が身についていけば、いざ批判的な人と対峙した時にもその声を受け流すのがとても容易になるのです。さて、これまでアトゥラのエピソードを土台として批判的な方と出会った時の対処法をお伝えしました。批判的な方が周りにいらっしゃると本当に辛く感じてしまうものです。自分が何かを言われている時はもちろん、他人が批判を受けているのを聞くことだってあなたは負担に感じてしまうのではないでしょうか。辛くて悩んで仕方がない時は、賢者でない方の批判に関しては真正面から受け止める必要がないことを忘れないでください。時には距離を置くことも大切です。しかし、この世は思い通りにならないもの、批判的な方々を完全に避けることはできません。ですから、仏教の瞑想法を実践して批判的な声に対して感情的に反応しない、そんな心を作り上げてもらえたらと願っています。それが
批判ばかりする人を前にした時の対処法、批判を受け流す仏教の実践法なのです。これを身につけられたならば、今よりもずっと生きやすくなるに違いありません。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価ボタンを押していただけますと制作の励みになります。動画をご視聴いただき込み上げた思いはぜひコメント欄へ書き込んでくださいね。お聞き逃しのないようチャンネル登録と通知オンをお願いいたします。